はい、セイクリッドブレイド。今日はね、降臨イベントのいたずら好きの妖精をプレイしていきます。で、ちょっと推奨パワーが12,500で、こっち全然足りてないんだけど、いけます。まあ、攻略方法をね、今回紹介しますんで、皆さんも見てください。使うキャラはシリルとルナリアとウンディーネ。まあ、ウンディーネがね、まあ、絶対条件ですね。じゃあ早速見ていきましょう。で、今回ね、ちょっとプレイ映像途中からなんだけど、まあ、大体20分近くやってたのかな。まあ、15分か20分くらいプレイしてたんで、要所要所つまんでやっていきます。で、こいつ、このキャラなんだけど、まずね、敵にこの状態だとダメージ与えることができなくて、相手にね、自分のキャラに憑依します。その状態で攻撃するとダメージを与えることができる。まあ、憑依したね、今ね。この状態で攻撃すれば、ダメージを与えることができます。なんで、あえて憑依させて、そこを叩くみたいな感じでやってます。で、このウンディーネのアクティブスキルで、死んだ味方をね、生き返らせて、まあ、HP は3分の1ぐらいかな。その状態で生き返らすことができるんで、まあ、生き返して即殺すみたいなね。そんな感じでいきます。おっと、シリルさんが貫いてきた。どうすかな。で、基本憑依させるのはシリルが一番いいかな。で、ルナリア憑依させちゃうと、チェインでね、呪いつけられて一気にやられちゃったりとかもするんで、なるべくシリルを憑依させましょう。で、4チェイン与えれば大体倒すことができるんで、これで、とどめを刺していく。で、倒すとね、またこういう風にフラッと湧いてくるんで、あ、やべ。やべやべやべ。場所が悪いな。まあ、どの道この状態になったら、シリルさん引き返すしかないんで、引き返していく。で、今度は、まあ、5チェインできるんで、ちょっとね、自分のターン欲しいんで、5チェインかまして、まあ、攻撃できないか？無理だな。届かないんだけど、まあ、MP 回復するってよりは、シリルの5チェインで、ルナリアを攻撃しつつ、まあ、攻撃できるか。いや、5で攻撃できるかな。いけるね。場所が違う。こうだな。はい、これで行きましょう。さあ。で、こんな感じでね、なんか味方を生き返しては憑依させて殺させてみたいな。ほら、うわ、死なないか。ただスタン与えれるから、これはこれでありだな。もう一回シリルさん動かしてやりに行きますか。次でね、 MP も多分マックスになるんで、また生き返すみたいな。このウンディーネを憑依させるとさすがにね、何もできなくなるんで、間違ってウンディーネに憑依された場合は、まあなんかターン、ある程度一定数ターン稼ぐと憑依解けるんでね、それまで待ち、しのいで待ちましょう。で、2チェインでも倒せるかな、今回は。さあ、無理か。もうちょっと稼げるところで稼いでいきたい。で、このボスの動きなんだけど、遠距離タイプなんでね、一直線上にしか憑依してこないです。なんで、まあ、憑依されたくないウンディーネとかルナリアは基本一直線上にいないように配置するのがいいです。まあ、今のウンディーネのこの位置がそうだね。で、貫いて。あ、ギリギリ死なない。これはもしかして？あー、まだこっちのターンか。さあ、闇エレメント繋いで、4チェーンいけるかな？この感じだと、4チェーンからの、これでいいか。で、ルナリアを倒していく。はい。で、これでね、今ちょっとずつ減ったね。まあ、何分な相手の HP が高いんで、まあ、延々とこれを繰り返す感じになるんだけど、ちょっとね、ミスるとほんと死ねるんで、相手との位置取りかなり重要ですね。で、一
旦回復させたいんで、まあ回復させつつ目の前のシリルに憑依させていくっていうスタイルで行こうかな。よし、これ完全回復で憑依したんで、この状態でルナリアを動かしてシリルさんをまた攻撃していくっていう感じにしたいんだけど、いい感じにエレメントがばらけてるんで、ちょっと技をアクティブスキルでこまめにダメージを与えつつ、紫でいけるかな、紫でいけるか、いや青か光か、なんか結構均等なんだよね。3チェイン4行きたいな。まあ3でも2回攻撃するからいいんだけど、ちょっと待てよ。いや4チェインするとね MP が回復するからいいんだよな。青でなんとかつなげないか。この複合タイプの盤面パズルしてるときはほんと面白いんだよね。あーこれでいいやわ、これでいこう。2回攻撃を倒した。んでさらにもう一回控えして、はい、そんなこんなでね、もう相手も瀕死、こっちも瀕死みたいになってんだけど、ちょうど今シリルさんがね憑依されている状態なんで、4チェイン5チェーンいけるか、どうしようかな。これはどうしよう、盤面整理しつつ遠距離攻撃入れていいか、あまり近づけるとまずいんだよな。まあいいか、いくか、がっつり進んでいく。であれ当たんねえな。おお、やばい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 、めっちゃギリなんだけど、ちょっと待てよ。これウンディーネやばいな、1個上かな、1個上に動かしてターンをゲットしつつ自分を回復して、うん、ここだわ、完璧、回復して、こいつさえ生きていればなんとかなるんだよね。 MP もマックスだし、死なないか、憑依させるか、したらこれはどうしよう、一歩ずれて自ら差し出していくで憑依されて、でこの状態でルナリアでぶちかませばもういけんじゃないか。ばらけてんな。紫で、いいか？紫で、下、上、そっから上上がって、パンプキンを踏んでって感じかな。いや、違うな。当たらないぞ、これじゃ。こう、こう。あ、ここだね。これで当たるわ。さあ、これで、味方を倒しつつ、敵も倒す。いけるか？お！お、倒した！やったー！やっと倒したんだけど、いやーこれあれだね、なんか推奨パワー1万5000とか言ってたけど、いけますね。これ合計なのかな、全然足りないってなってたけど、何度か倒すことができました。はい、早速ねキャラを召喚したんで見ていきましょう。グレンダかな、グレンダのレア。あ、いたいたいた、こいつか。おお、妖精の祝福、センチネル、グレンダ。で、衣装効果が攻撃力プラス15、HP プラス600、回避率プラス6。あ、すごいね。こんなに付加効果つくんだ、衣装で。で、グレンダはね、SR 確か持ってんだよな。なぜかいつも失敗して、フェアリーシールド、うわ強っ、77って、え R1 で77なの、
めっちゃ強くない？これ。ちょっと強化したらどんくらいなんだろうね。はい、じゃあね、SR のグレンダと、今回のね、入手したグレンダの、どっちが強いかっていうのをやってみましょう。マックスまでレベル上げていく。31、パワー2300かな。で、こいつ、マックスまでレベル上げて、2000、あ、でも、ちょっと待ってよ。武器装備してるな。武器外していこう。あれ？ 2179。待ってよ。これは SR よりレアの方がパワーが強いぞ。はい。SR のよりレアの方が強いです。まあ、ただね、チェインとかはレアだと4チェインまでしかできないのと、まあ、なんかスキルの倍率とかもね、SR の方が高いんで、まあ、衣装をちゃんと手に入れたら、SR の方につけていきたいと思います。はい。今日はここまでです。